平井博明のワンダップゴルフ前もね何かの動画で俺ウエッジの動画が練習場で撮ってる動画で言ったけどもうアプローチ敵なしでしょっていう時代の片山慎吾さんとか丸山茂樹さんとか C7 とか C6.5 だからね自分でやりたいのよ操作を。 うん、オートマチックに形でこうやって動いてっていう感じじゃないからヘッドバランスめっちゃくちゃ重くてウエッジゲームいろいろやってる人って少ないんじゃないかな重くて D2 とか D1 ぐらい昔は C 級とか全然たけちゃん普通に使ってたねもうバンカーのスピンがもうえぐい 嘘でしょっていうぐらいかかるから15ヤード20ヤードぐらいのバンカーショットで普通にバックスピンかけられるからピンのところでトントンってキュッと,ちょっと戻せるすごいっていう印象がめちゃくちゃ強いそれってやっぱり自分のその時たけちゃん14からもらってたんでねで削ってもらって名前も入れてもらってやってたんだけど打ち方に合ったバンスの形でクラブの重さともちろんグリップとあとは長さもそうだけどそういうの全部カスタムしてんだよね 自分の打ちやすいように作ってるから結果的にそういう結果が打てるっていう感じだからやっぱり買ってすぐ使えるかって言ったらウエッジを分かってくれば分かってくるほど使えないんだよねいやこういうのはダメだってなってくるからとにかく打ちやすいウエッジってあるからさ俺もレッスンの時にたまにウエッジだけ1本持っていく時あるのよその時に俺のウエッジ打ってもらったらなんかしんないけどいいっていう人が多いのよそれは軽いからなのよ ヘッドバランスがねでもシャフトは 130g ぐらい入ってるのよそれでも女の人とか打ってもめっちゃ打ちやすいっていう人いるんだよねだからそれだけヘッドバランスが重いのを普段から使ってる方が多いヘッドバランス重いと打たされちゃうんだよねラフに負けないとかバンカーで強い衝撃を与えられるとか言うけどそれは自分でやればいい話なのよ負けないように打てばいい衝撃を自分に来ないように強く打てばいいだけで それをクラブににやらせようううととすると違う話になっちゃうだから自分の打ち方をやっぱり一番最初に言ったように知ることがクラブ選びのやっぱ第一歩だよねある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 全然あるだから本当に1本5万円のウェッジ買ったとしても自分の打ち方と合ってるのが逆のウェッジを買っちゃったらやっぱよくないってなっちゃうんだよねそれはでも全部のクラブそうなんだよねシャフトもそうだし 何十万もしてこれ言っていいのか分かんないけどちょっとごめんなさい脱線してシャフトの話していい30万のシャフトがあったのよ今もう全然名前も聞かないんだけど10年前ぐらいちょっと流行ったのよそれはその方に合ったカーボンを巻いてくれるつうの何回も巻き直ししてくれるの会うまでそれじゃあ俺がちょこっと言いたいのはそんなに合うシャフトを作ってくれるんだったらプロゴルファーみんな使ってると思うんだよ プロとは言わずそれが買える余裕のある方だったらそんだけ合うものだったらみんな使うでしょ使ってないんだよねあるかどうか分かんないんだけど俺の友達も高校の同級生もそれ買ったのよでも今使ってないのよシャフトとかって自分の打ち方をちゃんと分かってくれる人そのシャフトメーカーの人って今出てるシャフトじゃないよ全然知らないメーカーの人だよその人のスイングを見分けることはできないと思うのよ うん、だから結果的にどんずばを言えないと思うだからそこが問題だったんだろうねあんまりこれ以上深くは言えないけど <laughs> やっぱりそのウエッジの形状を選ぶものもそうだけど俺ねすげえなと思うのが先輩の知り合いにウエッジ職人がいたわけよ今もやってるんだけどこれちょっとアマチュアの方なんで名前は出せないんだけどその人プロも相当使ってたウエッジを作ってる人なのよ 今でもね超有名プロのウエッジも削ってるわけよその人は打ち方を見る自分がその人のメーカーで抱えてるウエッジのタイプが5種類ぐらいあってその中のバンスから自分が削るわけよその打ち方を見てだからその人からウエッジ買う時は前はワンラウンドしてたのワンラウンドして打ち方見てからじゃないと作ってくれないでもすげえいいウエッジなのよアルファベット3文字のウエッジを作ってた人なんでね 今は大きいメーカーに入っちゃって削ったりしてるんだけどそのプロでも例えばタイトリストだったらタイトリストクリーブランドだったらクリーブランドからそのウエッジが来て打たないでその人のところに持ってって削ってくださいって言ってる人もいるわけプロでもそれぐらいすごいいい職人なんでねその方が。打ち方を見て削るから だだからそれだけ打ち方っていうのは大事なんで、ね、ウエッジ専門で作ってる人がそうやって言うぐらいだからだから自分がヘッドを出すのか出さないのかとかいろいろあると思うんだけどそういうものが決まってないともう適正なウエッジ選びっていうのはできないそれが答えですかねアプローチの打ち方を動画で送っていただけたら適正なアドバイスが動画でできるかどうかはちょっとあれなんですけど自分はどっちタイプですかっていうのは判断できます。 そのヘッドリードするタイプなのかグリップリードするタイプなのかっていうのは動画では見れるんで送って頂ければ返しますその中でもめちゃくちゃ分かりやすい動画が送られてきたとしたらちょっとこういうクラブいいと思いますよみたいなことは言わせていただく可能性はありますあとはシャフトの重さもそうだけどあんま軽くない方がいいねウエちはね男性だったら 120g ぐらい 前後グラムまで、OK、だから110から130ぐらいの間だったらいいかなと思って女性だったらアイアンのシャフトのグラムにもよるけどアイアンと同じぐらいの重さかアイアンのシャフトよりもプラス1 0ムぐらい重いシャフトをウエッジの56だったら56に入れてあげてもいいかな感じはするけどねあとは出っ歯とかグースとかってあると思うんだけどそれは好みなんであれですけど単純にオーソドックスっていう話をしましたち関係なく スタンダードなクラブですよってさっき言いましたねじゃあ今度その人にとってのじゃなくて単純にいいウエッジ悪いウエッジの見分け方なんですけどみんないいウエッジだな <laughs> <laughs> この構えた時にここネックの一番上のここからヒールまでのこの線がまっすぐなウエッジがいいです大体いいここがこうやって曲がってるんですよ こうやってここからこの辺がこっちに曲がってるウェッジが多いんですもちろんそれはそれでそういうウェッジの方が好みっていう方もいるんで何とも言えないですけど好み関係なく言えばここからこの一番角ヒールの角までがまっすぐ一直線こうやって上下置いた時に空洞ができないのが一番いいですそういうウェッジが一番おすすめ全部まっすぐなんだよな <laughs> これも 真っ直ぐだと思うんですよこっからここまでがまっすぐこれもめちゃくちゃまっすぐでしょここからここまっすぐでしょそうここがねこの辺のこの辺ぐらいから先にかけてこうやって曲がってるこっちに曲がってるのがあるのよそれはねあんまりよくないそれで結局歯がこれ要はここのライン一番左のラインから ここののリーディングエッジの歯が出てるでしょ左側にこれ出っ歯って言うんだけどネっクより歯が出てるんでここがこっちに曲がっててまた歯がこうやって出てるとここのラインと歯が一直線になるんでね同じラインになるそうすると出っ歯の意味がないのよそういう意味のなくなっちゃうようなウエッジになっちゃうんでただそれはそれでうまく打てるんだったらそれがいいウエッジなのよだから好み関係なく言わせてもらえれば さっき言ったネックからヒールの一番下までがもうストレートになってるのが EWH ですよねそれは個体差によるんで同じスペック58度のバンス10度を10本並べても曲がり方が違うんですよだからできればショップ行って欲しいクラブが5本とかあったらとりあえず並べて一番真っすぐなのを選んであげてもいいかなと思いますそれはドライバーとか全部そうなんですよアイアンもそう顔が違うので1本1本 本当に個体差があるいい意味でだから逆を言えば好みの顔を見つけてもらった方がいいんですクラブの入り方とかによっても全然違うので好みを選んであげた方がいいですよねスペックあったこれ顔じゃなくて絶対買うんだったら選んであげた方がいいですよくウェッジで質問なんかも受けたこともあるんですけどメッキとノーメッキどう違うんですかという質問を受けたことあるんですけどあんま変わんないんですよ正直。 一番大きいのは錆びる錆びないなんですよ性能ですよね性能は僕個人的な意見になっちゃいますけどノーメッキの方が1ヤードからスピンがかけられるイメージがあるんですよ小さいゲーム本当にショートアプローチとかでもスピンがフェースに食ってくれる感覚っていうのはすごい出るんですよメッキは20ヤードから25ヤード以上の距離を打つときはスピンは結構 入ります脳メッキと同じ全く関係ないぐらい同じぐらい入るんですけど短くなればなるほど脳メッキの方がフェースに食う打感よく柔らかいっていうんですけど僕それちょっと分かんないですよショートゲームになればなるほどスピン性能が落ちないような感覚はありますただ一番最初に脳メッキにした理由って皆さんご存知ですかね眩しいからなんですよ眩しいからメッキを剥がしてピストルの弾を吹くガンブルーってあるんですよ 真っ黒になるそれを塗って黒染めをしてメッキを最初剥がしてやってたんですよそれが結局ガンブルーって打ってると剥がれるんで今度ガンブルーしなくなってこうやってノーメッキでそのままで生のまんま鉄を出して錆びさせて結局これでもまぶしくないんでそのまま使っちゃってますけどだからあんまり大きい性能の差っていうのはないですねあとは本当に綺麗好きな人だったら磨いてあげた方がいいですね錆びっちゃうんで。 ただこサビがいいっていう人もいるんでそのまんま甘っさらしで置いとけば抹茶っちゃになるんで僕なんかはちょっとこうやってサビが出てた方が味があっていいかなっていう感じはします <music> そんなに大きくもう抹茶っちゃにサビなければ僕はいいかなと思って何にもしてないんですけどメッキは何年経ってもめちゃくちゃ綺麗なんですよメッキなんで全然サビないピカピカですよね ただめっちゃくちゃ練習する人はメッキでもここにこうボールがずっと当たっててここのメッキが剥げてくるとここ脳メッキになってここだけ錆びますからあんまり変わんないですよだからそういう前に買い替えちゃう人だったらメッキでもいいですけどいやもう俺は溝なくなるまで使うんだウェッジはっていう人は結局ここ脳メッキになっちゃうんでここだけ錆びちゃうんで脳メッキだったらずーっと全部一緒なんでその辺どうでもいいですけどね、うん ウェッジは本当にドライバーの方が選ぶの簡単かもしれないですウェッジの方が本当に自分に合うウェッジを探すって言ったら難しいかもしれないですねこだわったら本当にこだわった分答えが出てくる感じなんででもこだわった方が僕はいいと思います100点を求めるにはいろんなことを自分のことを知って 自分に合うクラブを見つけた方が100点には近い答えが早く出ると思うんでそういうウエッジの選び方見つけ方をしていただいた方がいいと思いますねあとはそのウエッジのヘッド形状もそうですけど自分はこういうウエッジ使っててこういう打ち方なんでなんかおすすめウエッジありますかとか公式 LINE なり YouTube のコメント欄なりいただければ何かしらお返しさせていただきます気軽にメッセージいただければと思います 前回そのドライバーのこういったクラブの説明だったりもさせていただいてるんですがちょっとでも気に入っていただいたりですねあなるほどなと思っていただいたらあのチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますインスタグラムとかツイッターもやってますので内容が良かったなと思ったらいいねグッドボタンよろしくお願いいたしますでは今回はですねウエッジのお話をさせていただきました最後までご視聴ありがとうございます